荷物重くなったか。オグマユフィニウム取ってくるか。もしかして展示されて。入りすぎやで。ドラゴンの骨。ドラゴンの骨ってこれか。これかっこいいな。タールタールがないのか。
息子にマイスリーも取ってくよ。30分延長しました。ツーナちゃん、標準語。くっ。初めて生き物を殺したのは、こんな感じの洞窟だった。ほれよドゥーマ、春劇彼方を、お前の失われた未知なるものを知り、私はお前の深淵まで登る。最上階が作られると、その上には何も置けなくなった。それは昔も今も究極の頂点なのだ。もう少しで聞こえそうだ。彼らの命のエネルギーを感じる。来い、今後を始めるとしようぞ。何を始めるって？シネマ使いはしたかったのに。会話できないんだ。なんだこれは、これはただの本か？そうか、超越した世界は心の中で燃えるのだ。素晴らしい。勝手にイベント進行しちゃうんだね。ツーナちゃん、標準語。カルミア友達に食べちゃった。に帰った。我が勇者、こちらへ。さて、私のオグマインフィニウムを入手したな。忠実なる召使いのザーシスにも明かした通り、時代の知識が詰まっている。これは何百年もの間世界から遠ざけられてきた。解放にあたってセプティマスが道具として役に立った。今はお前の手の中だ。共に奇跡をもたらそう。これ手に入れてから、黒の袖元会は変わったりするのかな。
コネクタ使ってるってことは、もしかして他でも配信してる？捨てないで。他ではやってないと。もしかしてコネクタのせいかな。ついなちゃん標準語とかって喋るんだよな。ついなちゃん関西弁あるんだっけ。ついなちゃん標準語。関西でもあります。設定特にいじってないと思うんだけどな。ゆかりネットコネクターは入れてみたけど、コネクタは設定ややこしくて投げちゃう人が多い。ついなちゃん標準語。そうだったのか。先に光ネット入れて慣れてたせいか、結構すんなり入った。光ネットで慣れてたおかげかな。怒り。初めて使ったとき、全く字幕出てくれなくて苦労した。ついなちゃん標準語。確かにちょっとわかりづらいよね。いらっしゃい。欲しいものがあったら何なりと。確かこの辺に綺麗なカップがあったかと。つけられていたとは思えないわ。そうね、私に考えがあるわ。サルモール大使館に入り込む方法を見つけたわ。ダメよ。それじゃあたとえ生き延びられても、あなたが中に入るまでに書類はとっくに消え去ってしまっているわ。情報をつかむために潜入するのよ。忘れたの？私を信用して、経験は豊富なの。私のやり方の方がうまくいくわ。サルモール大使エレンウェンは定期的に晩餐会を主催してるわ。金と人脈がサルモールにすり寄る機会よ。晩餐会にあなたを紛れ込ませるわ。
大使館の中に入ったら晩餐会を抜け出してエレンウェンの機密書類を探して、大使館内には私の情報提供者がいる。彼は危険な任務には手を出さないけれど、手助けにはなるはずよ。彼の名はマルボーン。ウッドエルフでサルモールを心底嫌ってる。信用していいわ。ソリチュードであなたに会うよう伝えておくわ。場所はウィンキングスキーバーよ。わかる？その間に、私はあなたのためにエレンウェンの晩餐会への招待状を用意しておくわ。マルボーンと手はずを整えたら、ソリチュードの馬屋で会いましょう。質問は？わかったわ。気をつけて。でも、仮に、ユカリネットコネクターのせいだとしたら、直し方わかんないの。出てくるのかな？ウォーキングスクール、ウィンキングスキーバーへようこそ。どうぞ雰囲気を楽しみ、おくつろぎを。戦士の心を英雄はもとん、来たる来たるはドラゴンボン。ノルドに伝わる秘術とともに、信じよ来たる。こんにちは。ドラゴンボン。横島なる者は、かつてアージェントラプターという船の船長をしていた。見届けよ、ウィンドヘルムの少し北で氷山にぶつかり、沈没してしまったんだ。闇は去り、新たな伝説が生まれる。知れよ来たる、をドラゴンボン。マルドゥーン。ああ。何？彼女がお前を？彼女を信じるしかないな。こうしよう。こちらで必要なものを大使館に密かに持ち込んでおく。他のものは何も持ち込まないようにしてくれ。サルモールの警備は厳重だからな。どうしても必要なものがあれば言ってくれ。それを大使館に持ち込んでおいてやろう。ありがとう。あとはお前次第だ。いいだろう。これを大使館の中に持ち込んでおく。これで失礼するよ。心配するな。パーティーでまた顔を合わせるだろう。ちゃんと預かっといてね。お気に入り全部解除されるのか。you
こんなもんか。スパイだと悟られずにパーティーへと潜り込むのがお前の仕事だ。後のことは任せてくれ。頼んだぞ。サンタイラスト。スパイだと悟られずにパーティーへと潜る。誰かいるの？なんだ。この時点で勝利を。ちょっとは何すんの。営業靴女性。大使館に持ち込みたい装備はマルボーに渡しておいた。よかったわ。晩餐会への招待状を手に入れたわ。警備を通り抜けるにはあなたが招待客だと信じ込ませる必要があるわ。つまりそれらしい格好をしてなきゃダメってこと。完全武装は無理よ。さあこれを身につけて。準備ができたらあなたが戻るまでその他の装備は預かるわ。マルボーに持ち込んでほしい装備と中で手に入れたものだけを持っていて。ダメよ、サルモール大使館の晩餐会にそんな格好で行くなんて。カンパチ。デルフィンに話しかけるのか。そうするしかなさそうね。招待客になりすますことはできるはずよ、口さえ開かなければね。大使館行きの馬車に乗る準備はできた？心配しないで、みんなあなたが戻ってくるのを待ってるわ。必要な情報を手に入れて必ず生きて帰ってきて。幸運を。あれこれどうなっちゃったの。ああ、エレンウェンの夜会の相手の携帯しないよね。乗り物でご到着とは恐れ入りました。遅れたのはこの神に見捨てられた山に来る途中で迷ったからだ。わざと遅れようとしたわけじゃねえ。早めに到着するに越したことはない。大抵はパーティーの前日だ。酒を飲む機会を逃さずに済む。サルモール大使館へようこそ。招待状をお見せください。ここで少し休ませてくれ。ひどく寒いがそれでもいい。引き返すな。スニークできないの。ここってパーティーの後で一緒に乗らねえか。分かってるさ、会ったばかりだが考えてみろ。パーティーが終わる頃には死んだ。楽しみだな。
にするな。寒さには強いんだ。こんなところで何の話かね。宴は中でやってるよ。先に行ってくれ。だがあいつらとは顔見知りだ。エレンウェンのパーティーには必ず出てるからな。招待状をお見せください。もちろんですわ。見つかったら持ってきてくださいね。見逃してくれるんだ。招待状をお見せください。もちろんありませんわ。単なる儀礼でしたよ。さあ、招待状を見せてくださるかしら。どうぞごゆっくり。また今度。やだ。先に行ってくれ。だがあいつらとは顔見知りだ。エレンウェンのパーティーには必ず出てるから。あれこれ見せないと入れないんだっけ。招待状をお見せください。ありがとうございます。お入りください。毒を塗ったダガーも隠し持ったりもしていない。義務を果たしているだけ。ようこそ。お会いしたのはこれが初めてですね。スカイリムのサルモール大使のエレンウェンです。あなたは？大賛成だ。それはそうと、最近何か面白い。知っててこれ聞いてきてるんだよな。アルゴニアンはウィンドヘルムの城壁の内側で生活するのを禁じられていると聞いています。そうですか。今は町の、いいことばかりだといいのですが。しかし困りましたわ。あなたのことを何も知らないのです。もう少しあなたのことをお聞かせください。なぜこのスカイリムに？一体何なの、マルボーン。私たちも同様。ただアルトワインが切れたもので、自分たちと神々を信じるしかないわ。改善してよろしいか、アレンシアの赤を。もちろん言ったはずよ。つまらないことで私の邪魔をしないようにと。はい、大使夫人。失礼します。後ほどお目にかかりましょう。どうぞお楽しみください。サルモールの道具っていいわな。申し訳ございません、仕事ですので。対戦は遠い過去の出来事だ。帝国とアルドメリ自治領にとっては不和を乗り越える潮時だ。繁栄は誰にとってもいいことだ。スカイリムに来たばかりのようだな。そうでなければ俺を知らないはずがない。ソリチュードで重要とされるもののほとんどに出資しているからな。過去の不満は忘れ、帝国とアルドメリ自治領の間に平和と繁栄がもたらされる時が来たと感じている。俺はわずかながらその手助けをしているつもりだ。それにここだけの話だが、がっぽり儲けさせてもらってるよ。それならいい。魅力的なおてんば娘だ。エルフだとしてもな。そこのお前、給仕の娘、何という名だ。あ、ブレラスです。飲み物か食べ物をお探しですか。いやいや、今はそんなことに。メモリウサギさんが1000 PT ニコに報告しました。スーナちゃん、標準語気に入ったぞ。信じてくれ、誰にでも言うわけじゃない。ありがとうございます。女の外見に関してはすごくうるさいんだ。
ありがとうございます。他にご用はありませんか？おっと、今はダメだ。また後でな。遠くに行くなよ。はい。エレンウェンが後で最高級のファイアブランドワインを開けるそうですよ。待ち遠しいですね。銅像と同じ献金です。その点は依存ないわ。最近何か面白いゴシップはない？こんな時にサルモールの援助を受けられる帝国は幸運だ。そう思わないか？レッドウェーブは1ヶ月以上もソリチュードに停泊しているそうです。近いうちに出航する気配もないと。氷山にぶつかって船体に傷ができたとのことで、サフィア船長には修理するお金がないのでしょう。彼女がそんなことを認めるわけがないでしょうね。サフィア船長はとても誇り高い人ですから。ここの住民と同様に、お前のこの部屋で起きていることが帝国の衰退を象徴しているな。ここしばらく議会で何時間もこの問題に取り組んでいる。運が良ければ昔話のように英雄が現れて、そういえばクソ変えたままだったな。解決してくれるかもな。食事や飲み物はクソ戻してあげようか。期待される限りのことはね。それはアレックス、必要とあらばいつでも選択してない。うんうん、この辺りでは見ない顔ですね。スカイリムで名の知れたものは一通り把握しているつもりでしたが。高速切れたでしょって言ってたでしょ。ギルドの名を出してはなりませんよ。そもそも私に話しかけること自体がまずいのです。少なくともここでは。知らないふりしろってか。覚えておくといいですよ。私は誰とでも取引があるのです。もうお行きなさい。明らかに場違いなものと話しているところを見られて勘ぐられたくないのですよ。また今度。ここであんたの顔を見られるとはね。気をつけるんだよ。周りは毒蛇だらけだからね。貸してもらいたいって選択してある。美しい面々に美味しい食事はいいもんだが、正直なのはあまり喜ばしいことじゃないね。口で話す言葉と心で話す言葉がある。サルモールには気をつけることだね。どちらの言葉にも長けているから。だからなるべく避けてるのさ。H が汝の道を照らさんことを。最近は食料が手に入りにくいので。いい食事をして酒を飲む。戦争が始まってからはそういうことが少なくなった。ここしばらくまあまあだな。エレンウェンは宴会のために懸命な努力をしていた。その結果だな。彼女の本当の動機は何なんだろうか。不可解な女性だ。多分今はな。だが兵を配置しているという悪い噂を聞いた。戦争を終わらせた協定はサルモールが軍を再度まとめる時間を稼ぐための単なる戦法なのかもしれない。思い過ごしであることを祈る。帝国にもう一度戦争をする力があるとは思えないからだ。いつでもお声をおかけください。話せてよかった。30分延長しました。ツーナちゃん、標準の調和市長が来てるのに。腐った帝国全体が
いずれ崩れ落ちるのはもはや時間の問題だ。おっと、タイはないぞ。してもらいたい。帝国には異端のタロスを一掃するという責務を望まない連中がいる。幸運にも皇帝の賢明なる方策に異を唱えた多くの者は異端の者らと同様に裏切り者の烙印を押されている。皇帝への忠誠を示すにはサルモールとの協力が不可欠だと、スカイリムの支配階級に今一度知らしめに来たというわけだ。ニュースとかゴシップとか。そういえばこの間結構面白い話を聞いたわ。これやってみるか。レッドウェーブは1ヶ月以上もソリチュードに停泊しているみたい。近いうちに出航する気配もないの。それはまた予想外だな。何をするつもりか知らないが、こちらの地位を危うくする類のものではないだろうな。彼女がそんなこと認めるわけがないわ。サフィア船長はとても誇り、あまり我々の信頼関係を過信するな。知っての通り、自分が一番の忠誠を誓っているのはサルモールだ。あらダメだったか。問題はございま、超音のアミュレットあればな。万事素晴らしく順調です。ありがとう。ここにいる連中の誰一人としてこの戦争の宗教的な側面なんて気にかけちゃいないのに、帝国の衰退の兆候がここにもあるな。もう財産はなんだ。言ってみろ。ここしばらく議会で何時間も。それはまた予想外だな。何をするつもりか知らないが、こちらの地位を危うくする類のものではないだろうな。いいだろう。お前のために我が名誉を塗そう。来た。サルモールに対してよくもそんな口を。なんだと、していない。その口を聞いてくれ。誤解だ。もう我慢ならない。アルドメリ自治領の一将校として誓いを立てていなかったら、今この場で殺してやるところだ。ラゼラン、今度こそ行儀よくすると約束したはずよ。マコツです、ツイナちゃん。連れて行って。標準語。招待客の邪魔になる。意義あり。それは名誉を傷つけることさ。はい、今回は完全に無罪なんだ。お許しください大使。このバカ者に挑発されてしまいました。私の落ち度です。これ以上お手を煩わせる必要はありません。絶対に違う。そうだな。わからないな、何が。あ、うわ、どうしてみんながって。あ、やばいか。どうぞ、ワインを召し上がってください。こんなことになるんだ。また平和が訪れる。このルート初めて見た。ツイナちゃん、標準語、何癖つけてくれるんだ。最近何か面白い噂を聞かない？この辺りで酒を飲むにはどうすりゃいいんだ。これは失礼。初めて。そこにいたとは気づかなかった。自己紹介させてくれ。ラゼランだ。貿易を商売にしてる。人を観察するのが趣味なんだ。もう一杯くれ。サフィア船長には修理するお金がない。彼女がそんな。何にしましょう。中に入れたようだな。衛兵の注意をそらしたらこの扉を開けてやる。そしたら行け。お互い今日を乗り切れることを祈ろう。給仕どもに問題はございませんか。全くその。もちろんそうだろう。他にもそのボトルがあったか調べてみよう。扉のところで待ってる。みんなの注意をそらせてくれ。お声をおかけください。やっぱり話し込んでる最中だけだ。最近は食料が手に入りにくいんじゃないか。こっちは宮殿の者たちを食べさせるのもままならない。イドグロットさんも協力してくれるって言ってたな。ここしばらく議会で何時間も。いい食事をして酒を飲む。戦争が始まってからはそういうことが少なくなった。自分たちと神々を信じるしかない。広告貢献に、この木さんが 500PT ニコに広告しました。ついなちゃん、標準語を教えてくれるんじゃない。この部屋にいる人から、たくさんのことが学べるの。ありがとうございます。
ユリッス・マイケル。まあ、ありがとう。本当に礼儀をわきまえた方ね。確かに、ここで会えるなんて驚きね。普通このようなパーティーは、市長たちやスカイリムの実業家たちのためのものだから。エレン・ウェンは、あなたがとてもお気に入りなのね。ええ、とても。エレン・ウェンのパーティーはいつも素晴らしいわ。彼女の趣味は火の打ち所がないの。唯一残念なのは、そんな頻繁に開かれないことね。言う通りだ。最近何か面白い噂を聞かないか。可能な限り友人には喜んで手を貸すわ。何がお望みなの？グレイ・メイン家とバトル・ボーン家の抗争は激しくなっているそうです。その、わかったわ。そんなに大事なことなら手を貸してあげるわ。信じきっているようですね。何やってくれるの？何ですって？私が誰かわかっているの？あなたを捕らえさせて鞭打つこともできるのよ。なんだと？このトバッキー、あなたの行動に弁解の余地はないわ。ここをどこだと思っているの？サルモール大使の邸宅だと忘れないで。ラゼラン、今度は何なの？連れて行って、招待客の邪魔になるわ。はい、大使。どれだよ、あちこちから追い立てられんな。うんざりなんだ。あら、ちょっと過剰に反応しすぎたかもしれない。彼の発言はとっくに忘れたわ。彼も教訓を得たはずよ。これで楽しく過ごせるわね。絶対違う、意義あれ。ただ、そうだな、まだよくわからない。絶対違う。食事や飲み物はお口に合いますかしら。期待される限りのことについては。わあ、これ全パターン見てみたいな。素晴らしい。それでは失礼しますね。口で話す言葉と心で話す言葉がある。友人の頼み事とあればいつでも耳を貸すよ。喜んで手を貸すよ。あんたが仕事をしている間、みんなの注意をこっちに引きつけておくよ。その通りだ。ババアは大抵のことはお咎めなしでやりおせるんだよ。お前に悪意はないんだね、おばあ。また難癖つけるの。ここにいるお前の顔の中だ。その目の奥で蛇どもがのたうち回っている。あっち行け、近寄るな。なんだと、蛇だって。あ、どうだ、立ち去れ蛇よ。二度とこの家に迷惑をかけるな。自分の中にいる蛇に用心しなさい。いいね、スカイリムの民なんだから。ラゼラン、今度は何なの？今度は何なの？連れて行って、招待客の邪魔になるわ。馬鹿げてる。はい、大丈夫。無理だよ、あちこちから追い立てられんな。うんざりなんだ。おやおや、私のせいでこんな騒動に。どうも頭が混乱してたようだ。彼は悪くない。どうか話してやっておくれ。絶対に違う。そうだな。わからないな、何が。あ、うわ、どうしてみんなかって。あ、まいっか。パーティーを楽しんでいらっしゃいますか？ここから海は同じか？全くその通りですよ。気遣いに感謝します。それはよかった。必要とあらばいつでもお声をおかけください。